はい、こんにちは、ヒロです。今日はですね、こちらの山梨県甲府市にある湖西スポーツ公園、JIT リサイクルインクスタジアム、こちらにお邪魔してます。で、新しいマラソン大会の紹介ということで、今回ですね、山梨スペシャリティマラソン、こちらの紹介ということで動画を進めていきたいと思います。で、今回マラソン大会を紹介する上でゲストを迎えております。紹介したいと思います。プロトレイルランナーの小川壮太さんお迎えしたいと思います。どうも、はじめまして。はい。よろしくお願いします。はい、小川壮太さん、プロのトレイルランナーとして活躍されていて、今回の山梨スペシャリティマラソンの監修ということでマラソンを企画していただいてます。では簡単で結構なんですけど、小川さんの自己紹介をよろしくお願いします。はい。プロトレイルランナーの小川壮太です。夏は、主にトレイルランニング。冬は、山岳スキー競技を、メインに活動をしています。山梨県出身ということでね、山梨のフィールドを中心に、練習をねしているんですが、今回、スペシャリティマラソンを山梨で第1回大会ということで、開催されるということでですね、私の方に監修ということでお声掛けいただいて、で、このね、湖西スポーツ公園っていうところは、僕たちがもう本当に小学生の頃からずっとこう慣れ親しんできた競技場なんですけども、まあそのこの競技場でね、大会をね、一から作るということで、ヒロさんの、情報発信力と、まあ地元のね、ランナーということで、私もね、こう微力ながら、お力添えしながら大会を作っていこうと。そんなところでね、今スタートしていると思います。はい。じゃあ小川さん、はい、今回のマラソン大会について、まあ、概要というところで伺えればと思うんですけど、はい、そうですね、やっぱ今このコロナ禍ということでですね、大会がもう軒並みこうキャンセル延期になる中で、やっぱり、なかなかねアスリートの立場としてはやっぱり、腕試しの場所がなかなかこうね確保できないというところです。で、山梨はね、コロナ対策もねこううまく、機能してきていてですね、幸いにも感染者少なくなってきています。まあ、そんな中でねこの山梨が、中心になって山梨発信ということで、私もそうですし、主催者のね渡辺くんもですね、このフィールドでね、もともとランニングをこうずっとやっていた方なので、はい、まあ、山梨からまあスポーツをまあ復活させようというようなコンセプトの中でですね、大会をこう作るというような感じになっています。はい、で、まあ、ペースをね、だいたいこのぐらいの完走ペースっていうような感じでちょっと集団を作りながら、まあ、上位を目指す人もいると思いますし、腕試し、ね、走力今どのくらいあるのかななんていうのを確認するような場としてもですね、活用できるように、はい、まあ、ちょっとペーサーなんかも作りながら、楽しく大会にね参加していただけるなんていうことを、思いながら大会をね作るためにまあ今準備しているところです。なるほど、はい、じゃあどんなレベルの方でも、まあ、参加しやすいようなマラソン大会、そうですね、ということですね、はい、アットホームに、はい、な部分もありつつ、はい、まあ、タイム狙う方もいると思うんで、そこはもう競技性もしっかり追求していただいて、しっかり走ってもらってということですね。はい、はい、じゃあ小川さん、今回のマラソン大会の日程というところはどういった感じでしょうか。はい、今のところですね、12月の12日日曜日にですね、山梨県甲府市の湖西スポーツ公園にてね、開催の予定ですので、はい、ぜひご参加いただければと思います。じゃあエントリーの日程についてはどういった感じですか。はい、もう9月のね、初旬から、はい、エントリー開始しています。で、11月いっぱいね、エントリー、できますので、まあ、もしねちょっとこうコロナの情勢なんかもちょっと不安な方もいらっしゃると思いますので、ちょっと様子を見ながらね、エントリーを、していただければというふうに思います。はい、わかりました。基本的にはですね、まあ、動画の下の概要欄にも今回のマラソン大会のオフィシャルウェブサイトというのを、貼っておきますので、そちらも一緒に確認するようにお願いします。はい、それでは、今回のマラソンコースの紹介をしていきたいと思います。1周 2.5 キロの